はいどうもでは今度は、ねえー、と石川県能登半島の、えー、再エネ太陽光詐欺のもう被害の実態の話、これちょっとなんかその実際にどれぐらい前だったかな、うん、もう1月とか2月の段階でも,もう、ね、話題になって,てもてこれ、どうすんだよと、ね、のその時きは能、ま、登、あ、半島の,この地震の話を中心に見ててその中で、ね、もう太陽光パネル、ね、ここでもむちゃくちゃになってるぞと。 うどうすんだよと。う片付ける、片付けもままならねえんだけど、何してくれてんだよと。日本全国、ほら、いまだにこのね、現在進行形で、ね、パネル並べ続けてんじゃん。うん。で、その時もね、もういろんなところでいろんな人が、いやもうそれ以前からもうずっと、ね、そもそもこの再エネ太陽光、メガソーラーなんてものがここまで本格化する前にもう言ってたじゃないですか。いろんな人がいろんなところで、だめだと。ね、うん。ね、ゴミになってもただのゴミじゃねえよと。 うん、ずーっと、ね、ずーっとですよね、うん、でも一向にやまんないじゃないですか、ね、だって目の前で、ね、こうやって問題が起きても、ね、ガン無視して、ずーっと日本ぶっ壊しながら、売り飛ばしながら、ね、このシナパネル敷き詰めて、なんなんだよと、そう思いません、別にいいですか、日本の、なんか日本そのものがどうなろうと知ったこっちゃねえみたいな感じですかね。 でも結構ね、さすがにそ,れそういうふうに言われたら僕でもね、うん、いや別に関係ないっすねって、知らないっすよって。そうは言わないけど、言わないけど結局僕も含めて、やっぱりまだなんかこの人ごと、うん、ね、僕なんか偉そうなこと言うつもりはないですよ、僕も含めてね。だからやっぱりこの止める、止めようにもなんか、 うん、そこまでなんか本気になってないから、やっぱりこ,のこいつらもあどうせなんか選挙って言ったっていかないような有権者ばっかだから、ね、ちょれちょれって、ね、やっぱりなんか舐められてると思うんだよね、うん、半島から大陸からとかじゃなくて、ね、そもそもこの例えば日本政府だったり、日本の,この役所の役人だったり、あとこの企業の人間だったり、ね、そいつらにやっぱりなめられてると思うんだよね。うん いや、どうせなんかね、うん、なんか我関せずっていうか、ね、人ごとのようにね、うん、みんなそれぞれね、てめえの生活で精一杯だし、うん、大丈夫大丈夫みたいな。い多分そんなもんだと思うよ。高く食ってると思うんぜあいつらは。だからこそこうやってふざけた真似が平気でやれるんだよね。うん。石川県内だけで20カ所以上の20カ所以上っすよ。えー、ね、この太陽光発電、ね、メガソーラー施設。 でこれがまあ当然地震で壊れますよと、うん、損壊してるんですけどもでもなんかね発電は発電中なんだってだからもう発火の恐れがあるんだってさだから止められないって言ってたじゃん、うん、でこの土砂が、ね、流れ出してこの崩落するケースもあると、ね、当然なんかこの毒物っていうかさ、うん、そういうのも垂れ流しで、ね、どん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 地面に吸われていくとねえ うん、そもそもこの削り取って、ね、敷き詰めてでこの銅線はかっぱらわれるし、うん、何なんだよと、ね、ただだこのたちの悪いゴミ並べてるだけじゃねえかよとわざわざ日本壊しながらいやおかしいだろうって僕なんかが改めて言うまでもなくなんでこんなことがずっといまだに続いてるんですかねでも関わったやつも完全にこれ逮捕しなきゃだめでしょこんなの。 ひどくね,ね日本中、ね、もう今回はこの石川県の話ですけども日本全国でしょ、ね、これ責任の所在どうやったらはっきりさせられるかな、まあ、とりあえずこの業者もそうだし許可出した方行政もそうだしそもそも禁止してねえやつらも、ね、政治家連中も役所の連中も,もうそうだろうし、うん、なんか上げたらもう相当な関係者数になるとは思いますけども。 改めてなんかこの確認さもうなんかこんな話ばっかっすよねねやっぱりダメじゃんとかさやっぱりこいつじゃんとかさね改めてなんかこの再確認でも何も変わらないどころかよりエスカレートよりひどくなるってなんかそういう案件ってものすごく多いと思いません日本国内ってで必ず割り食うっていうかひでえ目に遭うのは我々日本まで日本産地日本人だけなんですよねねそう思いません 例えばこのサイレン太陽光メガソーラーえ我々日本人にとって何のメリットがあるんですかねデメリットしかないですよね,ね大陸業者に大金払った結果これかよとでもえだってこんこ今回の話は確かに舞台は石川県ですよ、ね、地震ですよ、ね、でも日本全国で起こりうる事案ですよだめですよねって話はもうこの前にずっとしてたじゃないですか うん、あ別に僕かっていう話じゃないですよ、ね。いろんなところでいろんな人言ってましたよね。うん、ねで実際言った通りに、ね、本当はならない方が良かったんですけどなりました、ここからさ大変ですよねってそれでもなんで続けるんだろうね。うん、単純に不思議なんですよね,ね。地震も多い、大雨も降りますよ。ね、要は平地がさ、ね 割合として少ない国でしょう、日本って、うん。発電方法からして向いていない、ね、これだってもう何年も随分昔に言われてるんですよね。うん、ねもう設置事業に、なんていうのかな、このいやもう撤去だよ、復旧しなくていい、撤去、撤去、全撤去だよ。うん、もう義務化する、うんね、だからもう関わったやつの責任を取らせる、だそれが法律上できないっうんだったらできるように変えろよ。 いや、おかしいよ。メガソーラー、なんでまだやまってないのかなって。ね。だからもう、業者っていう業者だからもう、品企業、半島企業はもう、とっくの昔にばっくれてんだろ、どうせ。うん。いや、もう、撤去だよ、ほんと。片付けろよ。ほんと、日本でやらかして、汚して、壊して、犯してパクっておいてよ。ね。ひでえ目に合わせるだけ、もう、ひっかき回すだけってか、もう、むちゃくちゃや,るやっただけやりっぱなしで。 だからやらせるなんつってんのにな責任なんか絶対取るわけねえんだからさだから当然これね日本のこの政治家連中とかさ、うん、日本サイド、ね、日本側にもこう甘い汁吸ってるやつ当然いますわね、うん、だむしろそいつだから先に逮捕しなきゃダメなのかななくならないっすよねそうかと思えばさ、ね、このメガソーラーの話じゃなくてこの能登の地震ですよ、ね、ほんと台湾の人たちってすごいよね ね日本がもうなんかこの地震でねひでえ目にあってるっつうのにさねメガソーラーパネル敷き詰めてふんみたいな、ね、台湾の人たち台湾のこのあるボランティア団体慈善団体の人たちが、ね、この能登地震のこの被災地帯にね被災世帯か要は見舞金ですよね義援金見舞金を現地でね えー、1813世帯に対して、えー、1世帯当たり17万円17 13から17万円って言うてたかなうん現金手渡しですよそういうボランティアをやってるんですよ台湾のある団体がねうんどう思いますか日本は日本でねなんかもうすっとぼけ続けてるわけですよ アホみたいにあれどこの誰でしたっけなんかもうさあってもういなんかもう終わる先に乗り込んでってさいや今はまだやめとこうとやれることないからやめときましょうつってんのに、ね、ガン無視して目立ちたいから顔と名前を売るために、ね、手柄だみたいな感じで,でもこのカレー食うだけ食ってこのクソして帰ってきて、ね、総理こそ現状を知れみたいなこの単価切って。うん なんだおめえって話ですよねでもなんかもう大体いい気が済んだからもう見向きもしないで一方台湾の人たちは、ね、こういうことを続けているやっぱどっちがおかしいっすか。ったら日本側がおかしくないですか,これ,にかこれについても、うん、あなんかこのやったもん勝ち、ね、自分がこのやりたいことだけ言いたいことだけやりたいことだけ言ってやって、ね、あとはもう能となり山となれ ねうん、知ったこっちゃねえみたいなもう無責任なやつが多いよね、うん、なんかそういう無責任なやつらをこの縛るなんかそういう方法っていうかルールっていうか,なんかそういうのが必要だよねそうだから一番いいのはやっぱり反日、売国を、ね、犯罪罪に規定してるや償わせることができるような法律が欲しいですよね反日罪、ね、国家反逆罪でもいいですよ何でもいいんですけどうん え必要だと思いますけどねこんだけふざけたもんねしくさったやつばっかりで台湾の人たちも本当なんかもう足向けてとか頭上がんないでしょう、うん、すごいよなそれに比べて例えば日本政府は、ね、例えば与党も野党もなんだお前ら本当 <laughs> ということで今回は以上です